あんまりないけ。あ？あんまりない。大丈夫なとこかぶられちゃう。キッチンどこかいいほう。その鳥になっていい。そんな恥ずかしいの。鳥になねえ、恥ずかしいです。恥ずかしいの。そんな他にはねえ、わからん。お父さんは取るよりお金ねえな。取るはい、おい、しんちゃんどうぞ行って。さっきね、あのゴミ箱を入れるのに、おうちから出るのにぶつかったの。1963年6月9日冷蔵庫が開いています。閉めました。しんちゃんがこれから寝るところです。お母さんは機嫌が悪いです。寒いっちゃ寒い。しんちん顔出してまっすぐ寝る。しんちゃんは芋虫になっています。
しんちゃんは芋虫になっています。お母さんは機嫌が悪いです。しんちゃん、早口言葉言うてん。たまに残ったご飯は よくチョコレートを食べる感じくんだな。何しよう、しんちゃん。芋虫かな、芋虫。芋虫コロリン、芋虫。芋虫コロリン。芋虫コロリン、芋。じゃあこっち見て。しかるもしテレビに落として。テレビべえねえべえ、ちょっとだけ、ちょっと、ちょっと、お母さんの財布箱、お母さんの財布箱、お母さんのフェルトやら何やら入っちゃう財布箱じゃんね。あれは人からもらったんやけね、言うちょっと。1968年ねえ、何年でもええやろ。6月の10日、新地が4つ。何するの、入ってるよ。なんで急にたたくの。後ろから。後ろから下から反則じゃん。もうあんたらも作らんけね。いいよね。ゆかりちゃんの。んで、なんかね、あんたさ、家の財布箱持っちゃったってお母さんがいっぱい。あんたほんやおもちゃいっぱい持っちゃるやないかね。いや。ラジコンも持っちゃるやない。お母さん持ちらんほやいかも。気になっちゃう。鬼。鬼の母さん。よう転げるしんちゃん。泣き、どうだ。しんち、こっち向いてみ、こっち向け。なんしよんた、なんしよんて急に笑うて。ねえ、なんか治ったは？ん？治ったんかね。どれになっちゃったん？分からんけど治った。いいね。私ね、キラチ疑われてから。1988年6月12日、日曜日朝7時。新一の寝相。
ねえよ。しんちゃんはよ、この中。どうして？お母さんもよ、この中やって。しんちゃんはお母さんから生まれたし。しんちゃんどこの子？この中。この中。その父さんは？この中やない。父さんとこの子か。これなの子。しんちゃんは横のの子か。うん。しんちゃんこっち見て。しんちゃんこっち見て。ちょっと動きます。どうだ？もうお母さん歯磨いたのに。すごいだろ。しんちゃん歯磨かんねや。あら。痛かったら怒れるけど気をつけんとこれ切れるよ。落ちた。足が入って落ちた。飛び降りようとしたの。飛び降りたりだしたらダメだね。あれ引っかかったよ。しんちゃん上乗って。よし。乗った。上手だね、あんた。乗ったのか、あんた。乗った。知らない。乗るって。もうちょっとあんたまっすぐできんの？出して。まっすぐ頭もうちょっとあっち側にやりなさいよ。頭もまだあっち、頭真ん中にいかんねん。ええや。お父さんちょっとここもうちょっと。今ここ。揺らしてくれよ。揺らして。危ない。まっすぐ行きなさい。もうちょっと。バランスよくいかんけあれなんだけど、やぶれる。もうちょっとこっち行って。大丈夫？大丈夫。こっち見てみて。今度は恥ずかしいな。見て。はい。お母さんは痴漢だよ。うん、痴漢系、見て。しんちゃんは神様のおせんべい食べたで、強い子。へへへ。ヨタ。ヨタちゃん。ごめんか。カナ、何じゃん。帰って。
お尻もつけたよ。お尻も。あ、ついてない。その川上から川上に流してる前提を使わずにです、ね。もうダメだった。業者さんの持っているその調度だけを信用してる。そしてそれに対してその売り上げと仕入れを見て、その差額についてその税金をかけていこうというところですが、非常に、まあ、弁法になってしまっているわけですね。ですから、いいよ、だって売り上げが正しいのか、仕入れが正しいのかと、そういうようなことを厳密にチェックしていただいて、業者さんになってしまっているのが、この組織の、少し関心ではありますけれども、正確なその、こう、どうなったか。やられていますので、マージンで、チェックできない。あんた皮膚科行くんやろ、朝ね。シージ連れて行って。うん。で、一緒にこあの、あれ、薬もらってあげる。お父さんと同じ薬？それは違うやろ。新人。それお母さんが縫うた早くお服ちょっと用途移してもらうクジラがついてる、はい、かわいいぐるぐる回る涼しいね、こんな綺麗この綺麗がないじゃね、強いちょことに黄色が強いちょことは肌の色が綺麗に見える。お母さんのアップがどれぐらいまで耐えられるか見て、ほら、メガネの中の二重がほら、二重まで見えるよ。はい、それではこれから母さんのシワを取ります。もう11時になったよ。なんだよ。あ、ちょっと待って、さして母さんの顔が画面いっぱい、母さんの目尻のシワまで取れます。やろう。